さあ、というわけで行ってみましょう。洞窟からのスタート。ね、だいぶレベル上げたので余裕だと思われます。はい、来よったな。モリスンはこの奥の地下墓地へ入っていったわい。気を抜くでないぞ。はい、よし。では恩師に花向きを一つか。奥義の何たるかを教えてやろう。奥義？そうじゃ。恩師は第三教練まで終えておるんか？はい、この間第四教練までは終わりました。ほう、ならばすぐにできるようになるじゃろう。よく聞くのじゃ。奥義とは二つの必殺技の組み合わせの上に成り立つ。日頃からの精神と肉体の修養、そして二つの必殺技を極限まで鍛え上げることで繰り出すことが可能になる。点点点。理屈はわかりますが、とりあえず覚えておくがいい。魔神剣と飛翔連脚から成り立つ奥義。それが奥義、魔神飛翔脚じゃ。奥義なんて僕に使いこなせるんでしょうか。何、ミゲールは14になる頃にはすでに体得しておったぞ。血を信じるがいい。大気は万世するという言葉もあるしの。わかりました。頑張ってこい。クレスは奥義、魔人飛翔脚を覚えました。へぇー。イェーイ、剣士。称号。はい、じゃあ、とりあえず、特技。まあ、使えんのかい。はーい。大気万世じゃ。ところでクレスは、ここぞというところで仲間に特技を使ってほしいことはないのか？はい。そのような時にはあらかじめ特技を使ってくれるように決めておけばいいのじゃ。パーティーメンバーに同じ特技を何度も使わせたい時は特技ショートカットが便利です。戦闘中の特技メニューでショートカットボタン、通常 L2、R2 を押して特技を登録することができます。この時ターゲット選択がある場合はターゲットも指定できます。戦闘中にショートカットボタンを押すと登録された特技を使える状態ならばすぐに使ってくれます。剣士がいかに強くても一人で戦い抜くことはできん。仲間と力を合わせることこそ真の戦いができるというものじゃ。ええこと言うね。称号剣士。イエーイ。そうすると使えるとかないね。ちょっと行ってみようか。なんか変ねえ、なんかあそこになんか死神っぽいやつがあるで。トレジャーキーパー、このところは渡さんぞ。なんや、人間か。やっぱりミックス組、やっぱり両方ともクリアできるやつだね。いけ。敵これ、何や、不思議な力で閉ざされておる。こういうところには入れんのやろ。入れるんかい。これ一人死んでも生き返るな。お、レザーヘルメかぶれんのかい。全部入
入れるよ、ここも。敵は全部出てくる系か。バンバン。アワーグラス。何や、アワーグラス。入ってる。アワーグラス。Keep up.
かフレッシュミート。は？新鮮なお肉。あ、食べたかったら服が。やっす。不思議な力を感じますね。とりあえずもらっておけばいいんじゃないか。何かの役に立つかもしれないからな。大事に取っておこう。レイスルビーを手に入れました。ほう、大事なものらしい。レイスルビー。さあ、ところで俺はどこに行けばよい。帰ればいいんかな。帰ればいいかな。まあこいつ開けてなかった。さあ一回出よう。間違ったのかな。あらら、時計は何だろう。おい、クレス、僕の方で何か光ってるぜ。行くぜ。作戦、ガンガン行け。行くぜ。わお。何？なんだ傷が治っていくか。おっとラッキー、戻ってよかったぜ。行こう。それいけねえのね。どうすりゃいいんだ。よいしょ。ああ、やっぱ敵出てくる。プリーストミントはプリーストの称号を得た。称号プリースト。
え、それどうやっていくの？ジャンプ？ジャンプ。アイテム。
これ飛べるの？よくわからんね。あった。飛び返したというか、落としたものを拾ったというか。回復回復。はい、回復しましょう。やっぱりチェックポイントや。あれやな、ちゃんと見てかんと。さあ行きましょう。ボスかな。おー、あ、そうか、ルフィが大好きや言ったな。教えてやろう、口の軽いやつめ。バルハラ戦略って読むのかな。ファやね。貴様らも知っておろう。今より100年ほど前に起こった戦いを、当時最大を誇った二国の連合を相手に圧倒的な力を見せつけた一国の王がいた。その王の名はダオス。やっぱダオス悪そうな名前やと思った。しかしその男もある冒険者たちの前に敗北することとなる。知っているさ。私はその冒険者の血を引いているからな。ん？私だけではない。クレス君、君とお嬢さんは私と同じくその昔ダウスと戦った者たちの子孫なんだ。私が君たちが襲われたのは偶然ではない。昔から続いたダオスをめぐる因縁ゆえなのだ。そのダオスの復活をこの男は私欲のために企んだ。そうだな、元ユークリッド独立騎士団長マルス・ウルドール。ふ、ダオスの復活は定められたことだ。止められぬわ。てん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 、うるせえ。ダオスだか因縁だか知らねえが、
俺にはそんなことは関係ねえ。チェスターやね、これは。てめえは、てめえはアミーの仇だ。それだけで十分だ。愚か者どもが、もう遅いわ。ミント、ミント。これが古の王ダオス。マルスだよね、今度は。ダオスよ、古の王よ。あ、これマルス？ダオスよ、古の王よ。我の命ずるところを聞け。聞くわけないね。我が名はマルス。マルス・ウルドール。運命の糸に操られていたことに気づかぬ愚かの者よ。はてな？何を言っている？封印を解いた俺が貴様の主なのだ。封印を解いた俺が貴様の主なのだ。私を封印した者どもを殺し、封印を解く鍵を奪わせたのは他ならぬこの私自身。思い出させてやろうか。3ヶ月前お前がここに訪れた時に何があったかを。ん？抜かせ。モリス、危ない、避けろ。もう誰がどれかわからん。いやー、あら、消えた。マルス、マルスって誰やったっけ。何？お前にはもう用はない。滅びよ。うわー、なんと水長剣か。私が背負う重大な運命もわからず、なんて読むのかな。ガリのみを求め勝手な振る舞いを続ける人間たち。我のに、あ、なんて言うの。そして私を封印した者どもの生き残り。そこのお前。てんてんてん。断じて許せるものではない。モリス、奴は剣では倒せない。私が法術で君たちをある場所へ送る。そこで奴を倒す方法を学んでくるんだ。これしか方法はない。どういうことです？説明している暇はない。それとこの本を。これはミゲルとマリアの意思を継いでくれ。頼んだぞ。クックック。死ね。チェスターやね。クソ、間に合わない。ミャオン、チェスター、チェスターさん。飛んだ。チェスター君、しっかり。やばい、ダウス、どうしようから。あの輝きは時間転移の光。答えろ、奴らをどこへやった。言うと思っているのか。孤爵なやつめ。いつの時代に送ったかは知らぬが、自分自身を転移できないとはまだ未熟だな。てんてんてん。クソ、クックックック。ここで朽ち果てるがいい。チェスターだけひ、あ、ダオス、うわあ、め、まぶしい、まぶしい。あ、クレス、チェスター、クレス主人公か。今さら、へんてんてん。ここは、しっかりするんだ、ミント。あの木怪しいな。クレスさん、てんてんてん。ここは、僕にもわからない。ここは一体どこなんだ。あれやら、最初にあったあれやら、マナの木のあれやない。綺麗。そう、朽ち果てて見えます。チェスターは、モリスンさんは、モリスンたちなら多分、いえ、きっと大丈夫ですよ。
私たちは今できることをやりましょう。ね、クレスさん。元気を出して。ごめん、僕ばかり落ち込んでいて。そんなこと。キャハハハ、そうだ。モリスンから預かった本を読んでみよう。モリスンさんの本？地面に置く？クレスはモリスンの本を取り出して読み始めた。私はここに、異界よりの侵略者との戦いの歴史を記す。遠い昔、いずこから現れた侵略者との戦いが起きた。その侵略者は自らをダオスと名乗り、ダオス？もう少し先を読んでみましょうよ。ダオスは普通の方法では傷つけることすらできなかった。さらに驚くべきことに、彼は時の流れの制約を受けない術を持っていたのだ。ザ・タイムですか？我々の祖先との最後の決戦の時、傷ついたダオスは自らを未来へ時間転移させ逃亡した。それ以来、我がモリスン家は、代々ダオスが現れた際は戦うべしという役割を持ってきた。ダオス！その時は私の代にやってきた。ああ、はい。ダオス！到来の兆しを感じた私は、同じ法術師のメリル、マリア、そして剣士のミゲールと共に、地下墓地へと向かった。ミゲール！現在の我々では、ダオスを倒すことは、叶わぬことだ。ならば、ダオスを封印する、他はあるまいと考えた。ああ、ダオスを封印する他あるまいと、ことか。モリスン、来るぞ！ミゲール、油断するな。メリル、神よ。マリア、力を。多分女やね、名前からすると。ミゲール出た。ダオス、貴様、なぜここに。やめろー。そういうことか。オープニングでこのシーンあったね。父さん、母さん、メリル、母の名です。まばゆい光と共に現れたダオスを我々4人は何とか封印することができた。ダオスの力を二分したペンダントはミッケール夫妻とメリルで分け持ち、私は封印されたダオスを監視する役目を受け、務めることにした。普通に読めんかった。もう漢字が読めん。クレスはダオスと自分たちの両親の関係を知った。これは僕たちがこれからしなきゃならないことは、ダオスを倒す方法を見つけることですね。でもとりあえずは人のいる場所を探しましょう。ああ、そうしよう。動かせれる。バーン、びっくりした。もうこれはチェスターの弓。それはチェスターさんの弓。チェスター、クレスさん、きっと大丈夫だから。チックショー。ちょっと喋っただけで喉が渇いた。お、村に来たぞ。えい、ベルアダムの村。 INN やら、これ違った。この村から東に向かったところに洞窟がある。そこには精霊の洞窟と呼ばれているんだ。お、精霊ゴールには行かなかったね。東、お兄ちゃん、もしかして剣士？ああ、一応ね。今度剣術を教えてくれよ。俺もっと強くなりたいんだよ。そんなこと言われとったな、そういや。死んじゃったな、あの子。今度は教えてあげよう。
今すぐにでも教えてあげよう。さて、夕食の用意しなければならん。お兄ちゃん邪魔。よいしょ。お兄ちゃん誰？どこから来たの？未来からさ。あ、勝手に動いた。おい、あれは誰だ？よそ者だな。本当だ。どこから来たんだ？あの、すいません、ここは？うん、やりやがった。じゃあ長老が来た。長老、長老、あの客人か？これは珍しいの。わしはこの村の長をやっとるものじゃ。お主らはどこから来たのかの？あの、その僕はトーティス村のクレスと言います。こちらはミント。とある人の砲術の力で飛ばされて、気がついたら近くの草原にいたんです。トーティス？知らんの。知っとる者はおるか？嘘をついてるにも見えんしの。だいたい砲術なんて力も知らんからの。魔術の間違いかの。魔術か。魔術？いえ、魔術ははるか昔に途絶えた力で。魔術が途絶えた力？訳ありのようだの。ここで立ち話もなんじゃから家へ来んか。中で話そうではないか。こっちじゃついてきなさい。いいね、話が進むでいいね。おい、なんか面白そうだな。行ってみようぜ。行ってみよう。やってみよう。そうそう、わしの名はレニオスや。よろしくな。こちらこそよろしくお願いします。レニオス、どっかで聞いたことあるような。そもそも魔術が耐えた力だというのはおかしいの。以前僕は母に聞いたことがあります。昔この世界には魔術という力があったのですが、ある時を境にその力は消えたと。レニオスさんは砲術について本当にご存じないのですか？癒しの力です。癒しの力？癒しの？ファーストエイド。わお。おおお、なんか気持ちいいの。でも知らん。では今度はわしが魔術を使ってみせよう。いでよ炎。わお、すごい。もしかしてこれがダオスを倒すための力な？ダオスだとな？ダオスを知っているんですか？知らぬ者はおるまいて。やつは世界の敵じゃからの。今も着々と勢力を広げておるだろうて。ダオスは、ダオス、間違えた。ダオスの、ダオスは、ダオスは封印から目覚めたばかりのはずでは。封印じゃと？何のことじゃ。やつが現れてからどれほどの時間が経つことか。時間が経ってる？だから過去に戻されたのよ。もしかしてここは未来の世界じゃないのか？え、未来？あ、いえ、ここはダオスが封印される前の世界だと思います。そうか、村長さんの名前でどこかで聞いたことがあると思ったんだよ。トーティスにあった教会の名前のこと、そしてトーティスの創始者のことだったんだ。あ、だからか、ここは過去の世界なんだ。未来とか過去とか何のことじゃ。今はアセリア歴4202年だがの。100年前、なんだか信じられませんか。にわかには信じられないけど、でも村長さんが砲術を知らないことについては納得しました。私たちの使う砲術が正式な形を整えたのはアセリア歴
4210年以降と言われています。この時代には砲術は完成されていなかったわけだね。真っ黒や村長さん、いきなり何すんすか、てんてんてん。こういうね、ギャグ要素もねあるよね。眠たなってきた。驚いたの、久しぶりに訪れた客人が未来から来たものとは。わしもまだ信じられんの。実感はありませんが、多分間違いないと思います。僕自身半信半疑ですよ。それよりダオスと魔術のことを教えていただけませんか。うん、キラキラ。ダオスは魔術でしか傷つかないと言われておる。魔術を使わなくては倒すことができぬのじゃ。魔術は絶対に必要じゃ。だがお主らには使えぬ。え、なぜですか。エルフの血を引くわしが見ればわかる。お主らは純血の人間のようじゃからの。エルフの血を引くものでなければ魔術を使うことはできぬ。エルフですか。さよう。エルフ族かその根血にしか魔術に必要なマナをつなぐことはできぬのじゃ。そんな、それじゃあ僕たちにダオスを倒すことは。何、気にすることはない。強力な魔術の使い手に助けを求めればよいのじゃよ。どなたか良い魔術師を紹介していただけないでしょうか。ちょっと待ちなさい。お主はまさか本気でダオスを倒すつもりなのかね。もちろんです。僕たちはやらなければならないんです。いやー、しかしの、お願いします。どうしてもダオスを倒さなければいけないんです。モリスンさんやチェスティアさん、チェスターさんのためにも。残念じゃが紹介できる魔術師はおらん。そうですか。それならどこに行けばエルフに会えるか教えていただけませんか。まあ慌てるでない。ここから北にあるユークリッド村にクラウスという者が住んでおる。彼は人間だが魔術にかける情熱は誰よりも強い。いずれは人間も魔術を使えるようにと日々の研究に励んでおるのじゃ。ではそのクラウスという方を訪ねればいいんですね。うん。だが彼は少々変わり者というか不愛想での。初めは冷たくあしらわれるかもしれんが、本当はいいやつなんじゃ。事情を話せばきっと力になってくれよ。わかりました。ありがとうございます。何、礼には及ばぬ。わしもお主らの頃には血や血気盛んな魔術師を気取っておったもんじゃ。よくこの世界を守るんだと修行に励んだもんじゃよ。村長さん、ありがとうございます。お主らの気持ちもよくわかるが、決して無理するではないぞ。今日はわしの家に泊まっていくといい。ゆっくりしていきなさい。ありがとうございます。お世話になります。ちょっと喋っただけでも声が減っ。エニオス、さあもう遅いから寝なさい。はい、そうさせてもらいます。クレスさん、ベッドが一つなんですけど、私たち今夜ここで寝るのでしょうか。え、じゃあね、やっぱベッドが一つのは気になる。あ、いや、僕は床で寝るから、てんてんてん。こういうねギャグを交えつつ、おやすみ。布団ぐらい貸してやってほしいな。100年前の世界か。僕ら元の時代に戻れるんだろうか。僕たちがこの時代のダオスを倒したら、歴史が変わってモリスンさんやジェスターを助けることになるのかな。面白いな。ミント、クレスさん、まだ起きていますか。うん、明日から頑張りましょうね。ああそうだね。かわいいな。クレスさん、
らいかけてやってよミント。いや、偉い。そういう気遣いよ、優しいの。こういうところであれよ、ハマってくんやろね。ファミコンの FF とは偉い違いやね、やっぱり。クレスさん、おはようございます。これを村長さんにいただきました。ワールドマップね、世界地図やね。絶対いるやつや、いるやつや、いるやつや。はい、そう、あなたと同じ。吸い取る吸い取る。イエー、チーズバー香りできるようになりました。いや、ウィークラスにはあったか。まだや、なんじゃまだか。クラスはユーグリッド村の、ユーグリッド村に住んでおるぞい。早いな、せかしとるな。喋るのが偉なってきた。いいね。あ、武器屋や。いいね。順調順調。よし、今日はこの辺にしといてもらおう。喋ると使えて、この飲み物がいるな。喋らんとこかな。よかった、面白かった。やっぱ面白いな。行きます。